今回紹介するのは、フィフティ a シェイズ・オブ・グレイ、下巻という本です。グローバル企業の経営者として成功して巨万の富を築き、愛する家族に囲まれたグレイ。だが、その灰色の瞳の奥には、過去に苛まれ、周りを支配せずにはいられない傷ついた男がいた。グレイとの大胆で情熱的な関係に乗り出したアナは、 その隠された彼の苦痛と対峙しさらに自分自身の暗い欲求とも向き合うことになるが2人のスリリングな関係性に惹かれます非現実的なストーリーですが久しぶりにドキドキ感が味わえました友達にも紹介しましたこれから映画も見る予定です映画がスタイリッシュな映像で面白かったので原作も読んでみたくなり上中下。 一気に買いいました。音楽もすす。ごく良いのですアナスタシアは映画よりも軽い感じがしました。よく言えば生命力あふれるみずみずしい乙女です。出会ったばかりの二人のホットな約1ヶ月を描いているのですが多分全ページの半分近くは読んでて気恥ずかしいほどおさかんです。以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。